まあね、今回は、まあちょっと、仕事も兼ねてっていうことなんですけど、せっかくだから、まあ、600万。まず、300貼ってみました。はい。まずね、300貼ってみました。300万。300万をまず、こちら、単価が違う。もう、300万だと、2652ウォンになるんですね、これ。見えます？見えないかな。300万を貼るとこうなります。2000 1 10 100 1000万 10万 100万 1000万、よくわかんない。2652万だったのかな。うん、ちょっとわかんねえなこれ。まあ初日勝負をかけてみました。もう勝負かけないとね、このホテル、とりあえず、300万以上かけないと、はい、全部無料にならないんで。しかも、ビジネスクラスで来てだよ。飛行機 ANA のビジネスクラスで来て、ね、なんだ、ホテルで、こういう、ダイヤモンドのなんかもらえるんですよ。ダイヤモンドカードみたいのをもらえるんですけど、とりあえず、まあ、ぶっちゃけ500万以上なんですけど、とりあえず300万を今日貼って、はい。ウォンは日本円にして1桁プラス。あ、だから、今、レートがね、多分1万ウォンで884なんだろうね。うん。だから俺もよくわかんないんでね。はい。で、皆さん、初日、勝ったでしょうか？負けたでしょうか？皆さん、ゼキシンの初日は、勝ちましたでしょうか？負けましたでしょうか？とりあえず600あるんですけど、今日は300に抑えておきましたけど、はい、600換金しました。うん。はい、ね、世の中甘くないですよ、そんな皆さん。ね。SP さん、勝ったって言いたいっすよね。言いたいっすよね。3000貸しますよ。はい。いや、勝ったって言いたいんですけど、はい。いや、違う、これ、栗田さん、これ、眠いの。もう眠い。だってもう1時でしょ。もう眠いもん。なんと、本日は、2652が、なんと、3985。勝ちでしょ、これ。完全に勝ちました。2600が、3900になってるんですよ。うん、よく単価がわかんないけど、いくらがいくらになったのかわかんないけど、とりあえず、2000が3000になってる。どうすか、これ。勝ってますよね、俺。勝ってるんだよね、これ。勝ってるってことだよね。2600が3900になってるんですから。うん、よく単価がわかんないんだけど、はい。とりあえず300万円買えたら、2600ウォンになったのかな？要は2万6000ウォンなのかわかんないけど、何しろ3900ウォンになってんだよ、多分。多分なってんだよ、これ。よくわかんないんだよ、もう。よくわかんないんだよ、もう本当に。なんかもうやってることがよくわかんないんだけど、勝ったっていう。多分10万勝ちじゃないっすよ。だって、元金ね、600っすよ。元金600っすよ。で、そのうちの300を、2600に変えて、2600ウォンに変えて、2万6000か、これ。これ2万6000。26万。2万6000。2600。まあいいや。まあ何しろ、よく単価わかんないよ、この単価が。何しろ、はい。この今日預かり金は、でもこれ今日明日全部入ります。もうプラス300で全部入りますから、これ。もうプラス300全部入りますから。はい。ん？はい。ね。100万プラスぐらいですよね、多分。はい。ん？ 100 万プラスだと思います、多分。本当に。ちょっと隠すけど。100万プラスぐらいになったんじゃないかなと思っております。よく書いてあることがよくわかりません。はい。バカラっすね。はい。まあですね、明日は全額、
オンしちゃいます。ね、倍になるか、ならないかっすよ。だから600万が1200万なのか、ね。まあ、ゼロになるのかっていう勝負をしてきますよ。まあ、そういうの楽しくないですか？うん。そっか。だから、まあ、150万ぐらい買ってんじゃないですか、多分。うん、多分ね。150万ぐらい買ってんのかな、よくわかんないですけど。結構飲んでるの、飲んでる。飲んでんじゃなくて、眠いっす。めっちゃ眠いっす。そんなに飲んでるか飲んでないかで言ったら、飲んでないっす。眠いっす。めっちゃ眠いっす。ただちょっとね、今日のは今日で、配信して記録を残しとかないと、明日ね、まあ、仕事は大丈夫です。ジムも行ってますし、こっちのジムで明日、調整もしてきます。はい。